好天に恵まれました横浜スタジアムです。セパ交流戦横浜 DeNA ベイスターズ対千葉ロッテマリーンズの3回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、やはり連勝中というのはチーム内の雰囲気も良くなるんでしょうね。そうですね、もう本当に非常に明るい雰囲気で、野球ができるという感じですかね。なるほど。まずはベイスターズの先発上茶谷が横浜スタジアムのマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。上茶谷アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている平沢。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー上茶谷、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。際どいコースに送ってストライク。インサイド、打球はセンターへ。ここは打ち上げています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。3番バッター三毛、ツーアウトになっています。この回の上茶谷4球でツーアウトにしています。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。初球ボール、引っ張った、手を伸ばして取った、アウト。スタンドのファンも沸いています。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いや、ナイスプレーでしたね。この回マリーンズ三者凡退です。1回の裏、これからベイスターズの攻撃が始まります。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますマリーンズはご覧のような守備陣です。マリーンズマウンドに上がるのは先発の佐々木。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。バッターは神里。さあマリーンズはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをベイスターズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。これが初球、最初は変化球持ってきました。ストライクです。打ちました。平沢アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている宮崎。佐々木、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました。ここはフライになっています。佐々木が掴んでツーアウト。バッターボックスは3番佐野。ツーアウトになっています。この回のベイスターズ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。
打ちました。セカンドが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、選球眼のあるバッターなんでね、不利なカウントにはならないようにしたいですよね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。改めてお聞きします、バッターボックスの井上、どういったタイプのバッターでしょうか。打球に角度をつけてスタンドまで運ぶ、いわゆるホームランバッターですね。なるほど、そうですか。高めに決まりました。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。打ちました。セカンド取る。アウト、ワンアウト。5番バッター清田、まずはワンアウトを取っています。さあ初球は何か。インサイド打ちました。ファウルになります。直球で決めました。ノーボールツーストライクです。3球目見送っています。ボール。打ちました。右中間に落ちました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには中村。まあここはエンドランで来る可能性もあるかもしれませんね。さあランナーをどう生かしてくるか。初球ボール。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。力のあるまっすぐですね。はい、低めのストレート、ストライク。ワンボールツーストライクです。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。打ちました。弾き返した打球はレフトへ。佐野が掴んで2アウト。バッターは7番に入っている藤岡。2アウトになっています。初球は何で来るか。インサイド外れます。打ちました。セカンド取った。一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。0対0同点です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあベイスターズ、この回は4番から始まります。ソトが打席に入ります。ベイスターズ0対0で迎える2回の攻撃です。最初は変化球できました。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど、高めのボール。打球はレフトへ。この打球はフライになっています。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスは5番梶谷。
佐々木、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。低めはこれは入っていました。150キロ。入りました。ワンボールツーストライクです。内に持ってきました。これはバット出ず三振です。2アウトになっています。バッターは6番伊藤。2アウトランナーありません。初球打ち、ここは打ち上げています。セカンドが落下点に入ります。取って3アウトです。この回ベイスターズ三者凡退です。2回終了0-0、同点です。小宮山さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、言うことないというぐらいの出来じゃないですかね。そうですよね。小宮山さんからお墨付きをいただきました。いいところへ決めてきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。誘ったんですけど見極められましたね。はい、高めストレート外れてボール。インコース決めてきた。ワンボールツーストライクと追い込みました。見逃し三振、ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の佐々木がバッターボックスに入ります。まあ少し不安な球種とかをここで試してみてもいいかもしれませんね。そうですね。初球は際どいところに来ました。ストライクです。これが2球目。なかなかタイミング合いません。ノーボールツーストライク。外へのカーブ外れました。外へのボールは入りません。打ちました。これはファウルになりそうです。わずかに左に切れました。ファールボール。打ちました。伊藤、ツーアウトになりました。打順はトップに帰って岡。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。これはセンターへ抜ける。ツーアウトランナー一塁。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは平沢、そして一塁ランナーは岡。ここは走ってくることも想定しておかないといけませんね。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。
ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよね。やはり足のあるランナーは怖いですね。はい、そうですよね。まあバッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。これは見送ってボール。ファウルになります。ワンボールツーストライクです。インサイド、ピッチャーライナーです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。先制のチャンスがあったマリーンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。これから3回の裏、7番から始まるベイスターズの攻撃。バッターは伊藤。ベイスターズ0対0で迎える3回の攻撃です。打ちました。ショートが取る。アウト、ワンアウトです。バッターボックスは8番柴田。まずはワンアウトを取っています。まず何を投げてくるか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。アウトコース見送ってストライク。高め打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。これで5試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。さあ先制のランナーが一塁です。そして打席にはピッチャーという場面です。まあ普通に考えると送りバントの方が確実ですが、盗塁という手もありますね。はい、バントしました。サードが取る。セカンド送球、セカンドホースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。ランナー出ましたが、ベイスターズ得点には至りませんでした。3回終わって0対0同点です。4回の表、マリーンズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。三毛がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあそうですね、塁に出すと余計な神経も使えますからね。出したくないですよね。そうですよね。アウトコース外れました。落ちる球できました。さあ5球目は何か。引っ張った。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。4番バッター井上。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。上茶谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。低めの変化球は決まりません。これが3球目。高めのボール打ちました。センターに打球伸びる。
センター掴んで2アウト。打順は5番清田。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。さあ、バッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。ここもファールです。ボールになります。ボールになります。次が5球目。見送っています。ボール。フルカウントです。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。0対0。両チームまだ無得点です。 DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。バッターは神里。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ベイスターズ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。このバッターは出さないように気をつけたいですね。うるさいランナーになりますからね。なるほど。そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。打った。これはどうか。セカンドの右抜ける。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。バッターボックスは2番宮崎。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッターレフトへ打球伸びる。レフトが取りました。バッターボックスは3番佐野。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトになっています。1塁はセーフ。まずはインコース、できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。2球目打ちました。ヒットになった。ベイスターズチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。鋭い当たりでしたね。さあ、そしてバッターボックスには外が入っています。いいバッターが続く打順なんで、なんとかしたいですね。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。終盤前に先手を取っていきたいですね。なるほど、そうですよね。まずは見送ります。ワンボール。うちのボール打っていった。セカンドフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。甘いコースでしたが見送っています。ジャストミート抜けた。セカンドランナー帰れば先制。先制のランナーが三塁を回った。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。ベイスターズ先に点を取りました。1対0。主導権を握っていきます。さあ先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。ピッチャーに対してもいいプレゼントになりましたね。タイムリーで先制点を奪いました。バッターボックスは6番伊藤。ベイスターズこの回1点を入れています。さあ先制に成功。なおもその点差を広げていこうかというところです。これは内へ外れます。
こは大きいのを打たれないように注意したいですね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。一二塁間破っていく、セカンドランナーサードがパスを蹴った、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、ベイスターズ追加点、3対0、これでリードは3点となりました。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。試合はすでに中盤戦、ここで点差が開いています。打席には7番バッター伊藤。ベイスターズこの回追加点、点差は広がり攻撃はなおも続いています。小宮山さん、今日は調子が出ませんね。まあ、決していいピッチングとは言えないですけどね。ああなるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。一塁牽制セーフ、さあ2球目は何か、インコース、インサイド打ち上げました、弾き返した打球はセンターへ。しかしこの回ベイスターズついに均衡を破りました。4回終わって3対0、ベイスターズ先制です。小宮山さん、回は5回です。この5回というのはピッチャーとしてやはり一区切りになりますよね。そうですね、余計なこと考えがちになるイニング。インサイド落ちました、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました、ノーアウトランナー二塁です。さあベイスターズ得点圏にランナーを背負った場面です。リードした状況でこういった要所を占めるのは大事ですからね。なるほど、そうですね。まあただちょっと嫌なバッターが相手ですから、コントロールには気をつけたいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。さあ3球目は何か、このピンチ見逃しで三振を奪いました。まず一つアウトを取りました。さあそして打席には柿沼が入ります。さあアウトカウントが一つ増えましたが、まだピンチは出していません。まあこういった要所を締めて切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。ファウルになります。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。このストレートは外れています。と思いましたよね。外の変化球わずかに外れました。2球で追い込んだんですが決めきれず、フルカウントまで来ました。打ちました、弾き返した打球はレフトへ、レフト掴んで2アウト。さあ打席には先発の佐々木が入ります。調子は悪くないですから、ここは続投させるということでしょうね。そうですね。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。次が2球目。ナイスボール。はい、変化球が決まっています。ここはあっという間に追い込んでいます。あー、いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。
これはよく見ました。打ちました。取った。一塁送球。一塁アウトで3アウトチェンジです。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ランナー出ましたが、マリーンズ得点には至りませんでした。3対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。小宮山さん、ゲーム中盤を迎えていますが、非常に緊張感のある展開続いてますね。そうですね、もう本当にリードしている展開ですから、まあ慎重にですね。そうですよね。2球目は何で来るか。インサイド落ちました。これはどうだ。一気にライトへ。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあ、一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。そしてバッターはピッチャーの上茶谷。ここは送りバントで行くでしょうね。はい。さあ、送ってくるか。これが2球目。送ります。中村一塁送球。アウト。ワンアウト。送ってきました。ワンアウトランナー二塁となりました。まずはストライク。さて、バッターの上里打ちました。平沢一塁送球します。アウト。ツーアウト。これは進塁打になりました。まあ、なんとか進塁打になりましたね。さあ、そしてこのチャンスで打席には2番の宮崎が入って、インコースセンターに抜ける。サードランナーホームイン。ベイスターズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット。4対0、ベイスターズ4点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。この展開での追加点、いいタイミングでリードを開きました。バッターボックス佐野。さっきはしっかり捉えた、いい当たりでしたよね。今日はバットが触れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。期待しましょう。高めに持ってきました。あっという間に2ストライクです。打ちました。ショート取った。一塁を送ります。一塁アウト。スリーアウトです。しかし、この回ベイスターズ1点を追加しています。5回終わって4対0、 DeNA ベイスターズのリード広がっています。ここまでの試合展開、ハイライトでご覧いただきましょう。3回の表、ランナーを2塁に背負いましたが、ここは打ち取ります。ピンチをしのぎます。4回の裏、先制のランナーを置いて5番バッター梶谷、センターへ運ぶタイムリー。ベイスターズ先手を取ります。さらに続きます。2アウト2塁3塁のチャンス、6番伊藤。追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ベイスターズ2点を追加します。5回の表、得点圏にランナーを置いて、しかし内野ゴロに仕留めます。ここはしのぎます。裏の攻撃、2アウトで3塁にランナーを置いて2番宮崎、初球を叩いてタイムリー。ベイスターズ1点を追加します。
配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。打順は1番に帰ります。バッター岡、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。インサイド落ちました。これはどうだ、アウト、ワンアウトです。バッターボックス平沢、先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがピッチャーライナーに倒れています。まずはワンアウトを取っています。落としました、外れます、ボール先行です。次が3球目、ボールになります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。高めストライクになります。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。このボールは外れてフォアボール、ワンアウトからランナーを出してしまいました。フルカウントなんで手を出してくる想定のボールだったんでしょうけどね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。打ちました、柴田、二塁送球、二塁アウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。バッターボックスは4番井上、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、打ちました、セカンドが前に来る、取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。4対0 DeNA ベイスターズがリードしています。6回の裏、さあベイスターズ、この回は4番から始まります。ソトがバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ベイスターズリードで迎える6回の攻撃です。ファウルになります。3球目は何で来るか、引っ張った、打球はレフトへ伸びていく、スタンドには届きません。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには5番梶谷、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。いや、そこは抑えたかったですね。はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。いいや、破りました、センター前、二塁へ送球する、二塁際どいが、これはセーフだ。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには伊藤が入っています。さあ、追加点のチャンスです。まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですよね。初球は何から入ってくるか、ファウルになります。次もスライダーでいいかもしれませんね。なるほど、さあ何を選択してくるか。バントしました、取りました、三塁アウト、送りバント失敗。さあ、そして打席には伊藤が入ります。さあ、ワンアウトになりましたがなおもチャンスは続きます。初球空振りです。
俺は手が出ないかストライクを取ります。すぐに追い込みました。低め外れています。154キロ。さあ勝負してくるのか。引っ張った。レフトへ打球伸びる。レフトが取りました。2アウトです。さあそしてバッターボックスには柴田が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まず最初のボールを決めていきました。さあ2球目は何か。インサイド右中間へ打球伸びる。最後はライトフライ掴んで3アウトです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。6回終了4対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。小宮山さん、ここまで無失点と快調に飛ばしてますね。やはり点差はピッチングに影響してくるもんなんですかね。まあ、そうですね、非常にいい感じで投げれてますから、まあ、最後までという感じになってますかね今。そのベンチの期待にぜひ応えたいピッチャーです。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。センターが取りました。バッターボックス中村、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。今日もマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は7番藤岡。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。打ちました。セカンド取った。二塁を送ります。セカンドフォースアウト。打席には8番バッター柿沼。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。ゲッツー崩れでランナー残りました。次が2球目。打ちました。取った。一塁送球。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたが、マリーンズ得点には至りませんでした。4対0。 DeNA ベイスターズがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。7回の裏、ベイスターズの攻撃です。一方マリーンズはピッチャーが変わります。田中が2番手としてマウンドに上がります。小宮山さん、7回でこれだけ点差がついている場合、ベンチとしてはどういった考えを持っているもんなんですか。まあ、もうほぼつないでつないで勝てるという感じになりますんでね。ベンチワークにも注目しましょう。落ちるボールはこれは外れています。ボール先行です。外に決まりました。打ちました。これはショートライナー。打順はトップに帰って神里。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。初球変化球は空振りです。この球は落としましたが決まりません。外の球外れています。
アウトコース打ちました。セカンド弾く、ボールを拾って、これはセカンドのエラーです。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。打順は2番宮崎、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。そうですね。エラーでランナーが出ています。スライダーできました。ノーボール2ストライクです。ランナースタート切ってきません。高めのボール、弾き返した打球はレフトへ、清田が掴んで2アウト。バッターは3番佐野、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトになっています。打ちました、高いバウンド、セカンドゴロ、井上一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。7回終わって4対0 DeNA ベイスターズがリードしています。これから8回、ここでマリーンズ代打を送ります。バッターボックスには代打の福田。ベイスターズリードで迎える8回です。里崎さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあこの点差だとまだ分かりませんから、集中を切らさずに投げてほしいですね。確かにその通りですね。インサイド見送っています。2球目打ちました、これはどうか、ライトが取りました。バッターボックスには代打の角中、上茶谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球簡単にストライクを取ります。2球目も見送っています。ボール、さあ勝負してくるのか、よく見ています。次が勝負ですね。はい、流しました、これはどうだ、レフト前ヒットになります。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには代打のマーティン。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここをしのいでいけるかどうか。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど、さあどう来るか。打ちました、伊藤、二塁へ、二塁アウト。打順は3番三池、今日はまだ当たりがありません。ゲッツー崩れでランナー残りました。打ちました、流しました、これ三遊間抜ける、これで3試合連続安打、2アウト2塁1塁。
さあ、そして打席には井上が入ります。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。まあ、ここを抑えて反撃の目をしっかり積むことですね。なるほど、そうですね。これは見送ってボール。落ちるボールです。次が4球目。インサイド、センターへ打球伸びる。ここはフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたが、マリーンズ得点はありませんでした。4対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。マリーンズ8回の裏、ベイスターズの攻撃です。そしてマリーンズはピッチャーが変わります。背番号19、唐川がマウンド上に上がっています。バッターは外。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうですね。ベイスターズリードで迎える8回の攻撃です。ファウルになります。綺麗に落としてきました。ノーボール2ストライク。引っ張った打球はレフトへ。レフト掴んでワンアウト。5番バッター梶谷。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。ワンアウトランナーありません。アウトコース決まってストライク。ボールになります。これが3球目。引っ張った。あっと強い当たり、取れない。これはファーストのエラーです。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには伊藤が入っています。さあ、追加点の欲しい場面。まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいですから、ぜひ点を取っていきたいですね。なるほど、そうですよね。2球目は何で来るか。大きく外れてボールです。高めに来た変化球ですが空振りです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。4球目は何で来るか。これは変化球。インサイド打ち上げました。レフトへ打球伸びる。レフト掴んで2アウト。さあ、そして打席には伊藤が入ります。さあ、2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。初球はストライク。ストレートが決まっています。外角高めへのストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。打ちました。詰まりながらも左中間へ。この打球はフライになっています。マーティンが掴んで3アウトです。
ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。8回終わって4対0 DeNA ベイスターズがリードしています。さあマウンド上の上茶谷、完封を予感させる投球でここまで来ています。小宮山さん、もうここはファンも完封を期待している。初球打ち、さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。初球手を出していきましたがバットには当たりません。外のボール打った、これは大きい、掴んでワンアウト、送球する、ワンアウトランナー二塁と変わっています。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね、ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。外のボール打った、この打球はフライになっています。センターフライ掴んでアウト。さあそしてバッターボックスには柿沼が入っています。さあ2アウトながらピンチは続きます。ここはこのまま抑え切って勢いづかせないようにしたいですね。なるほど、そうですね。これが2球目、キレのあるいいボールでしたね。インコースキレのある変化球で空振り、ここはあっという間に追い込んでいます。このピンチは空振り三振、試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。 DeNA ベイスターズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。これで連勝は4となりました。小宮山さん、いやチームの雰囲気全体的に非常にいいですよね。そうですね、まあ、練習中ということもあってね、本当に伸び伸びとプレーしているのかなという感じがしますね。本当にそうですよね。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のマリーンズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。